こんにちは、歴史ジージーです。今回は軽井沢のジョン・レノンを訪ねて回ります。どこよりも詳しいですよ。実は私、歴史ジージーはジョン・レノンが大好きで、若い頃はジョン・レノンに憧れて自作の曲を作ってバンドをやってました。ライブハウスで定期演奏もしてたんです。今流れているこの曲も私のオリジナル作品です。そんな私の大好きなジョンが軽井沢を気に入って何度も行っていたと知ると、私もジョンを追って軽井沢に行くようになりました。そして何度も通っているうちに、地元の皆さんからあまり知られていないジョンの足跡も教えてもらうようになりました。そこには今までネットに載っていないような穴場情報まであります。そこで今まで取り集めた写真や動画を一挙に紹介して、皆さんと一緒にジョンの足跡を訪ねて回ろうと思います。では軽井沢駅からスタートしましょう。軽井沢駅前ロータリーに出ると、本当にすぐ目の前にレンタサイクル屋さんがあります。まずはそこを訪ねてみましょう。ジョン・レノンといえば、いつもレンタサイクルを借りて軽井沢を走り回っていたんですが、そのレンタサイクルはサイクルメイト旧旧カル本店で借りていました。残念ながらその旧カル本店はなくなってしまいましたが、今はお子さんたちが駅前店と新カル店で営業を続けています。この駅前店を訪ねると、息子さんが応対してくれました。息子さんは僕もジョン・レノンに会ってるはずなんですが、小さかったので覚えてないんですよと笑って話してくれました。しかもショーン君と同じ保育園に通っていたので、絶対一緒に遊んでいるはずなんですけどね。今はお母さんは時々店に来ているだけみたいです。小野陽子さんから記念にもらった麦わら帽子などは大事に保管されているそうですよ。続いて駅前ロータリーから左側へ入っていくと、すぐ目の前にバー小沢。かつて万平ホテルで伝説のバーテンダーと言われるほど有名になった小沢さんが、2018年万平ホテルを退職後に始められたバーです。ジョン・レノンファンには知られた方ですが、万平ホテルのカフェテラスで働いていた頃は、ジョン・レノンから直接ロイヤルミルクティーの作り方を教わったりして、ジョンと大親友になったそうです。ジョンと一緒に猫を助け出した話など、ジョンとの思い出話は尽きることがありません。ジョン・レノンファンなら間違いなく行った方がいいでしょう。ただし完全予約制なので、まずは電話をしてみてください。ではここから旧軽井沢の方へ向かいましょう。なんといっても最初に紹介しないといけないのは万平ホテル。ジョン・レノンが常宿にしていたホテルです。もともとこのホテル自体が明治27年創業のクラシックホテル。今の建物も昭和11年築という歴史的建造物です。ジョンはこのホテルを気に入り、毎年長期間滞在していました。館内には歴史資料室も作られ、ジョンが気に入って弾いていたピアノなど、ジョンゆかりのものも展示されています。ジョンが泊まった部屋として有名なのは128号室。私もわざわざその部屋をリクエストして泊まったことがあります。もっとも小沢さんに聞いたところ、その部屋ばかり有名になってしまいましたが、他の部屋も泊まったことはあるそうです。そしてなんといっても有名なのは万平ホテルのカフェテラス。ここでロイヤルミルクティーを飲むのがジョンの日課でした。いつも座っていたのは一番奥の角の席。当然私もそこに座らせていただきました。最後にこの写真は、小沢さんが万平ホテルを退職されるその年に記念にと、思い出のカフェテラスで一緒に写真を撮らせていただいたものです。小沢さん、ありがとうございました。
さて、万平ホテルの次にやってきたのは小野陽子の別荘だった建物です。もともと小野家は万平ホテルのすぐ近くに別荘を持っていました。ただジョン・レノンが来ることになった時、たまたま親戚の方がここを使う予定になっていたので、近くの万平ホテルを紹介したというわけです。当然ジョンと陽子はこの別荘を何度も訪ねたことでしょう。ただし今は小野家の元を離れて第三者の所有になっているので、ここを訪ねる際は決して騒がずに静かに道路を通り過ぎるだけにしましょう。さて、万平ホテルや小野陽子別荘のすぐ近くに小林酒店、ジョン・レノンが何度もお酒を買いに来たお店です。店内にはジョンと陽子とショーンの3人が小林酒店を訪ねた時の写真が展示されています。ただし店内は撮影不可なので外観のみ紹介しますね。でも本当お店の方も親切で、声をかけると近くに小野陽子別荘があるんですよとか、フランスベーカリーに行ったんですよとか、とっても丁寧に教えてくれました。本当に軽井沢の人々の心に残ってるんですね。小林酒店のすぐ近くにサジローカフェ、このカフェのオーナーニールさんに話を聞いたんですが、なんとジョン・レノンはここも訪ねてきたらしい。今はカレー屋さんなんですが、その前はジャックと豆の木というレストラン、さらにその前はディスコだったそうです。軽井沢にはあまりそういう店がなかったので、ジョンも興味を持って訪ねてきたという。この話はどこにも書かれていないんですが、オーナーのニールさんが言うので間違いないことでしょう。全く知られていない貴重な情報と言えます。もちろんカレーも美味しいので、軽井沢に行ったらぜひ訪ねてみませんか。そして旧カル銀座に出てくると有名なフランスベーカリー、ジョンはここのフランスパンが大好きでよく買いに来ていました。店内にはジョンがフランスパンを買いに来た時の写真が展示されています。ただここも店内は撮影禁止なので、道路からのみの撮影。個人的にはこの店のアップルパイが大好きです。ぜひ皆さんもパンを買いつつこのお店訪ねてみませんか。フランスベーカリーから旧カル銀座を南へ下ると軽井沢教会があります。この教会は幼稚園を併設しているんですが、ジョン・レノンは軽井沢に来るたびに息子のショーン君をこの幼稚園の夏季保育に預けていました。なのでジョンと陽子は送り迎えに必ず朝夕訪ねてきていたわけですね。一番最初にサイクルメイト Q の息子さんが同じ幼稚園に通っていたと言ったのはここのことでした。実はサイクルメイトだけじゃなく、軽井沢で商売をしている方々は皆さんお子さんをこの幼稚園に預けていたそうなので、ショーン君と一緒に遊んでいたお子さんたちは結構いたでしょうし、送り迎えのたびにジョンと鉢合わせしていた親御さんたちもきっと多かったでしょうね。続いて軽井沢教会の隣にミカドコーヒー、ジョンはここのモカソフトが大好きでよく食べていたそうです。まあ隣の幼稚園に送り迎えに来ていたので、ここに立ち寄ることになったのは自然の流れですよね。私ももちろんモカソフトをいただきました。さて、旧カル銀座をさらに南に下るとサイクルメイト旧旧カル本店のあったところ、残念ながら2024年3月末に閉店してしまったので、撮影に来た時は何か新しい店に向けて工事中でした。最初に言ったようにジョンと陽子は常にこの店にレンタサイクルを借りに来ていました。 Google ストリートビューにはまだ昔の写真が残っているので、ちょっとここで載せておきますね。
万平ホテル前にも支店を出していたんですが、ここのオーナーと小野横さんは何かつながりがあったようなので、わざわざここまで借りに来たそうです。自転車の準備ができるまでの間、ジョンはこの店の奥で麦茶を飲んで待っていたとか。またジョンが亡くなった後も、小野横はショーン君を連れて軽井沢にやってきて、やはりこのお店で自転車を借りたとか、いろんな思い出があるようです。やはりジョンは軽井沢の人々の心の中に生き続けていました。旧軽井沢編の最後は中華の店エーリン。ジョンはこのお店が気に入り、よく来ていたそうです。ここでジョンがいつも頼んでいたのはスーラータンメン。もちろん私もそれをいただきました。店内にはジョンの指定席があり、そこはジョンの写真が飾られていました。予約をすればそこで食事をすることもできるんですが、私が行った時はやはりジョン・レノンファンという方がそこで食事をしていました。話を伺うと、京都から来たというミュージシャンの方で、なんと高校の時にビートルズの武道館公演まで見に行ったという強者。私の音楽人生の原点ですとおっしゃっていました。この方とは後にリザンボーでもばったり出会うんですが、やはりジョン・レノン巡りをする方は多いようですね。以上で旧軽井沢編を終わります。ところで今回取り上げた中で、サイクルメイト Q さんや軽井沢協会は他のブログなどであまり取り上げられていないようです。そんなことから、どこよりも詳しいという枕言葉をつけさせていただきました。でも軽井沢の地元の方はよくご存知のようですし、今回も軽井沢の方々からいろんなことを教わりました。本当に感謝しています。後編では軽井沢の郊外を回る予定です。どうぞご期待ください。ではまた次回お会いしましょう。